梅雨の明けた翌日、俺は彼女と代々木公園の近くの歩道橋で待ち合わせをした。こういう場所でこれほどの演奏が聞けるとは思わなかった。田舎にいる頃、この曲をよく聞いたものだ。こんにちは。こんにちは。うん。彼女によれば、ファーストフードの店の中では、ファーストキッチンのコーヒーが一番うまいそうだ。東京で9度目の夏が来た。